はい、というわけでお久しぶりです。とってですということで、桜大戦の実況動画、何段かはちょっと忘れましたが、第5話花と咲かせよ乙女の一でを始めていきたいと思います。ロードしますか。はい。そうですね。まあ実際先週が一応上げたんかな、花と咲かせよ乙女の一でということで、先週のはちょっと2回連続収録だったので、実際プレイするのはまあ2週間ぶりぐらいですね。大正10年8月某日、クロノス開本拠。一応言ってはおきますけど、これ大正時代ですけど、タイの字が違うんですよね。で、ヒロイさんが言ってました。刹那に続いて羅刹までも破れおった。四天王も残るは二人、もはや不甲斐なきことよ、ね、死んだ天の王様ですから、ね、4人とは限らない。申し訳ございません。だが我目的はただ一つですか。はい、はい。天よ避けよ、地を砕けよ、幾万の涙の大河、幾億の血の海が。元気ですよね、このおっさん。我らが力となるであろう。こんだけちょっとで喋っとったらもう血圧とかやばいと思うんですけどね。ほっほっ、てんてんてん。ちょっと怪しさ満点ですよね。こんなのがちょっと街に現れたら、世界さんの財力はどこからやってくるんですかね。36時間後、大帝国劇場。やい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 、ここ東西の妖怪変形ども、この三蔵法師の一番弟子孫悟空様に歯向かうた。いい度胸だ。すごいですね、孫悟空の役まで出ますよ。集めて極楽浄土に送ってやるから、あ、感謝しろい。覚悟しろ、感謝しろい、覚悟しろいじゃなかった。陽気夫人が直々に漢字も読めないですよ。地獄に送って差し上げてよ。おほほーのほー。すごいですね、おほほーのほーですよ。これは面白そうな劇ですよ。カンナの孫悟空といい、スミレ君の妖怪夫人といい、ね、イメージにぴったりだな。でもスミレは後で絶対だって私が悪役ですのって言うんだろうね。まあそうでしょうね。でも覚悟しやがれ、この、うん、蛇女。何のこのオーブアカザル。ブアカザルですよ。ちょっとどっかのドタ。日本語も可愛いですよね。あ、やってもうた。もはやこのコントですよ、コント。何なさるんですの。ちゃんとお芝居してくださらない。あんだと、そっちこそちゃんとやれよ、この腐れババ。意味はないですよね。多分一撃でこんな建物をぶっ壊すようなカンナさんですよ。お、すごい、いい勝負ですよ。引っかかれた跡ですかね、カンナさんのほっぺたとか肩は。わあ、服はすっかりボロボロだ。ああ、目にクマがみたいな。話すとまた叱られるんですよ。でここで話すとそういうことです。怖い顔してるな。もちろんこう見るとこうなりますね。どうすればいいんですかね。まだ喋ればいいんかな。
なんですって。おっつ、あれれれれれ、どう進めればよかったんでしたかね。完璧なエンジンや、おほほのほうですか。Cいらないんだったんですよ。 Cの後に伸ばし棒がありますよ。引っ込んで、こう下がりまくりですよ。マリアさんじゃないともう収集がつかないぐらいになってますけど、隊長からも何か言ってやってください。言いましたよ。そのみんな喧嘩はやめよう。アイリス喧嘩は嫌いだよ。ほらエミ、ヨネダ長官お呼びよ。マリアが隊長ですよね。おっつ、とりあえずもう一回売店でも行きましょうかね。私はとことんプロマイドを買いたいんです。ののどんだけ持ってましたかね、アイテム。あ、3人持ってますね。これ誰？あ、コーランさん持ってますよね確か。こうか。あ、おっつ。やだーですよ。あ、このあながち嫌そうな感じもないような気がしてたまらないんですが、よし行きますか。どこでしたかね。下でも行ってますか。お得意の地下ですよ。何かありましたかね、更衣室。お、何もない、誰もいないな。会議室へ行くし、急ごう。ただいま参りました。いえいえ、深川わからん。ただ俺はクロノス界の行動目的に一つの仮説を立てた。それは魔術だ。魔術ですか。魔術、通じ占いや陰陽のことですか。この体制の時代遅れの考えではないのよ、アカル君。科学を超えた超自然理論、それが魔術よ。歴史の裏側に生きる太古の力。なんかかっこいい声とかでやってみたいんですけどね。なんかそのイケメンボイスみたいなことできないですよね。そうですね、こう喋りながら、まあ毎回言っているんですけど、毎回こう喋りながら、実況動画なので極力喋りながら行きたいというものもあるんですけど、喋ると会話が読めないんですよね。ただ大体誰ですか。おっつ、これいじめですよね。どう考えてもキャストミスですよ。了解しました。アイリスと行きたいな。いや、私はさくら君と行きたいです。では3人は早速出発してくれ。はっ、かんな、なんだとみたいな。そりゃそうやろうな。どう考えてもミスキャストですよ。せめてマリアがおればね違うんでしょうけど。
昼寝ですか。待たされるの嫌いですか。こーら、ボイスが入りました。なんて顔してるの大神くん。いや実はスミレとかの不安で。でも隊員のトラブルを解決してあげるのも隊長の務めじゃなくて。ごもっともで、なんか学校の先生ですよね。もはや長官はあなたにそれを期待して今回のメンバーを決めたんじゃないかしら。あ、なるほど、そういうことだったんですか。そりゃそうだ、嫌がらせなだけじゃないですよ。しっかりしなさい隊長さん。子供ですよ大神くんが。とはいえやっぱり大変だなみたいな。作戦室ですね。隊長、深川に出動ではなかったんですか。楽しみ方が増えたよね。待ってください、頑張ってねってか。お互い話せるんでしたかね。うん、もう使いましたね。36K 逃げるにしかず。え、どれどれでしたっけ。すいません、申し訳ない、答えにくかった。すいません、お前さん博学じゃなかったみたいです。あれ、なんでしたかね。覚えがないんですけどね。まあ、私ももういい年ですからね、記憶力がどうしてもっていうか。はあ、なんでしょう。もちろん大神くんは行きます。見すぎると叱られるんで。はあ、ちょっと相談、実は工房をパワーアップ。なんだって、それはすごい。さあ、やっぱり攻撃重視ですよ。攻撃型マリアハンも攻撃型。まあ攻撃型、これ一応セリフが毎回人によって違うんですよね。試食か、だろうとか。防御型、どうだ、ハテナです。アイリスも、まあ、防御攻撃ですよ。それでいいと思うよ。てんちゃかちゃかちゃんですよ。すいません、こう言い訳させていただくと今寝起きなんですよ。いやー、お恥ずかしい。いやー、失礼失礼。寝ましょう。もう、1570と1970、970でしたっけ。2400ないじゃない。あれ、気のせいか。時間にぴったりも何も待ち合わせ時間決めてましたっけ。うん、いやー、15分ですか。今のところ全く私いいとこはありませんね。というわけで後半戦です。行きましょう。やっぱこのダメですね、こう明らかに廃墟ですよね。はい、明日大爆発ですわって。こう、毎回、まあ思うんですけど、まあ、私家でこう、収録している最中に、
こう犬が吠えてるんですよね、近所で。で、収録で一応編集で声を合わせて、こうなんかなんとなく、まあ、訪れは多分してると思いますけど、なんとなく合うように一応編集はしてるんですけど、まあ、全部を聞くわけではないので、30分間ぐらいの動画を。全然怖くないよ。で、そのまあ雑音じゃないですけど、こう犬の声とかが入って聞こえては、実際収録してる時は聞こえてるんですけど、それが実際に音声に入っているかどうかがわからないんですけどね。カンナさん、カンナどうした？床が腐ってたってよ。ああ、びっくりした。しかし、床の心配です。で、別行動ですよ。タイトー待て、聞こえやしね。クーラーの闇女、今度こそ頭きたぜ。意外に仲直りしたら。お互い頑固もんですからね。とりあえずこう見てわかるように、あらら、応接間、お札がいっぱいありますね。なんか音をしましたね。多分行けないはずなので、とりあえずこう行きましょうか。キーキー音が鳴ってますと。どうでしたかね。またまた、とにかく急ごうぜ。とりあえず2階行ってみますか。そんだけおっしゃるんで。で、隠れとるところで見えるはずなんですけど、2階個室。どこでしたかね。お、びっくりマーク。あれ、あそこにいるのはスミレくんじゃないか。大声出しちゃダメですよ。バカ。でも、これを見るしかないんですかね。ないですね。おーい、スミレク。しょい、お玉になって。なんだって、どうしてわかるんだ。そう、よくやったぞ、スミレクも。なんだと、てめえ。よし、部屋に侵入したぞ。二人とも音を立てるなよ。怪しいですよね。あの敵があの格好でこそこそと何かをしとるっていう姿を見とると笑えますよね。よし、もう少し近寄るぞ。ふふ、雲みたいな。あ、ほん、まさか、ヘビ、ヘビだ、ヘビ、ヘビ、ヘビ、ああ、うおうわあ、暴れております。キーすごいな。カンナさん、あなたが大声を出したりするから敵に逃げられてしまいましたわ。驚くだけで攻めてこないってことが敵のなさ。早く待ってくれ、スミレ君。とりあえずカンナを助けないと危険です。噛まれちまった。もうダメだ。
あ、そうでしたね。カンナ。隊長、何を？なんて、ラブラブなんやみたいな。そうか、よかった、少しは元気が出たようだね。カンナさん、この世に怖いものなん怖いものはないなんて言ったのよ。いや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 、わけがあってさ、何年前になるかなって。カンナの父親出てきましたかね、あんま記憶にないですけど。親父の口から空手以外のことなんて一度だって聞いたことなかった。へえ。親父の背中を追って走り続けて楽しそうに遊んでいる他の親子が羨ましかった。親父が出かけたある日、いつものようにあたいは空手の練習をしていて、その時蛇に噛まれちまった。そうだったのか。そんなことないよ。しまった、今相当 A を連打してましたから全く読んでなかったですけど。さあ、俺の肩に捕まって。次は、う、どうした、まさか蛇の毒か。なんで、弱気なことを言うな。もしの時とは血はつけたわ、そんなことを言うんじゃない。うん、ガンタガタガタンですよ。まあ最初下がった分ガンガン上がりますけどね。どうかな、どこにいましたかね。下かな。見つけないと確か下がってくんですよね。ただどこにあったかが全く記憶にないんですけど。あれ、おかしいな、ここか。クラクラしてきたぜ。ないですね、どこにも。あれあれれれれれです。あった、これ。シグマドール、蛇などに噛まれた時に消毒液としてご使用ください。とりあえず塗っておこう。ああ、この薬空っぽだ。大丈夫、本気か。だいたいあれですよ、こんな寂れたところにある建物内の薬を使おうっていうのがすごいですよね。万能は、いやいやいや、あれどこで見ましたかね、そんなのありましたか。おほ、明らかに形がしますね。しっかりしろ。見た記憶はないですね、私の中では。カンナ、しっかりしろ。やばいね、死にかけです。死にかけですけど、どこにあったか全く記憶ないですね。
かんなさい、もう死にかけです。あれどこにありましたかね。喋ってもくれなくなりました。あれ客室ですか。ありましたかね、そんな瓶。形が全く違うんですけどね。全くない。なんでこの部屋に入れないですもんね。あれどこにありましたかね。皆さん気づきですか。もうあれ行ってない部屋って言ったらもう1階のロビーしかないですよ。玄関ホールしかないですけど、こんなところに置いてないでしょ。あれおかしいですね。お、行けた。あれってことは2階か、2階の食堂か。食堂は行けるんですね。どう行ける、そう行くと。さあこの部屋行ってないですもん。大神さん、なんで見たって言ったんですか。当たり前のことをしてるだけだよ。こちらですか。やってみようぜ最初。おお、やばいね。将棋ってか。積んでるだ。なんだと。やれやれ、また始まったって。うん。理科したすみれくん。よし、今度こそ気づかれないって。もうね、フラグですよ。いた。大体なんでこいつが一人で来るんですかね。敵もちょっと予算の関係で一体しかよこせなかったんですかね。おい、今天井から何か落ちてこなかったかって。ひょっとして、雲。これはなんか振り回せば逃げていくんじゃないですか。クモぐらいなら。エビは死にませんけど。おめえがバカ声出すから敵に逃げられちまったじゃねえか。大将、ちくしょう、なんてこった。こんなヒステリー女のために大将、あたいは敵を追うぜ。さっきあんたどんだけ悲鳴を上げたって話ですよ。雲が噛みつきました。雲って噛みつくんですかね。あんま噛みついたところ見たことないですけどね。もう大丈夫だ。まあさっきと全く一緒ですよ。いや、毒を吸い出そうと思って。そうか。いや、雲は雲だけではダメなんですって。うん、10年ぐらい前ですか。私の父は神崎重工の社長、母は活動写真のスター。二人とも娘の誕生日に豪華なプレゼントなんか欲しくなかった。悲しくて、その時うっかり蜘蛛の巣に絡まってしまって、気持ち悪かった。わ、犬が頑張って吠えてますよ、多分。そうだったのか。今俺がついてるじゃないか。超いい。さあ、コードに移そう。つむぎくん、どうした、傷が痛むのか。
まさか蜘蛛の毒がスミレ君までもが。なんだい。まったく同じセリフをお互いが言う。弱気なことを言うな。うまいですね、口が。さあ薬を探そうってか。これさっき見つけたのでわかりますね。これは覚えてますよ。ここでしょ、控え室。お、薬瓶があるぞ。テイ、これだ。とうとう見つけたぞ。とうとうも何も1回目ですけどね。よし、薬を塗ったぞ。いえいえ、当たり前のことをしただけだよ。そうか。まあそういえば勝利、どうしたんだい。うん、よし、行こう行こう。いかんま行けい。ここかい。で、開いてるか。お、カンナさんどうしていらっしゃったのって。この隣の部屋にいるっていうのか。さくらさんが刀で切れるくらいですかね。カンナさんの聖剣好きとかで倒せるんじゃないかな。何か理由でもあるっていうのか。いやぐらいカンナさん壊せるでしょうって思うのは気のせいですかね。上とか行けないね。あれ、どこにあるんですかね。とたら面白くないですかね。下ですかね。どうですか。ここでも使用人室はあるけれども、偉い人の主人の部屋とかないっすよね。ここか、使用人でしょ。ここか、客室。え、どこだい。なんでこんなところにこう鍵が散乱してるのかが不思議ですね。なってしまいました。これも入っているかは分かりませんけどね。12時ですね。終わっとか言いながらも収録時間も35分ですか。まあ、仕方がないですね。鍵は見つかったか。よし、レッツゴー。こちらね、開きましたわ。魔装兵って点ですかね。こう律儀に上の方もまだやってますよ。ああ、すいません、やばい。天敵に2体があって、あの蛇の目明らかに狙ってますよね。もしかして隊長。はい、
すまん。おあいこだな。あはははは、やちゃん。いい話だね。地下に降りるぞ。行くぞ。レッツゴー。わっしょげい。というわけで、お札見れないんですよね。地下です。でももう見れるところはもうここしかないですもんね。なんだこの部屋。よし、行け。わあ、白い。うわ、なんだこの光は。の上に上がってったみたいな。やつが逃げますわ。橋を登るんだ。行くんだ、こうは。くそ、ずいぶん長い橋が。敵の真横ですよ。なぜバレない。やはり地脈ポイントはここか。よし、作業開始だ。地脈ポイントを制圧する。なんてこったい。クロナスカイですわ。イエス。しまった。疲れた。くそ、ここでは多勢に無勢。とてもかなわない。どうすればいいんだ。手はないのか。お前たち何を企んでいる。どうするつもりだ。あんた知らんのじゃない。おう、うつ。なんだ。隊長、上だ。ひどいですよ。そんなんで歌えたらちょっとマンホールから落ちてしまいますよ。マンホールだって言ったら足場から落ちてしまいますよ。長い橋のだって言ったぐらいだから。みんな、いいえ、大丈夫ですか。最初はこれで来ればいいんじゃないかな。あなたたちも出撃よ。へい、よっしゃ、やったるぜ。やったるぜ。これで役者が揃いましたわ。はい、というわけで、まあ次は多分戦闘シーンだと思いますが、まあ時間も来たのでここら辺で収録終わりたいと思います。今回本当に特に何も喋ってないですね。まあはいはい、というわけで、第5話の前半戦をこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。では失礼します。